この砂触ってみてサラッサラなのよそれに見て一面水だらけですっごく広いのああ、もうこの海っていう大きい池で早く泳ぎたいわえへへ、<laughs> 驚いた実は日が昇る前に海に行って魚を釣ってきたのよアジが釣れたから朝ごはんはすっごく新鮮よ 食べるのが楽しみだわ朝からはしゃいだせいか、眠くなってきたわ。大きい傘の下、椅子に寝転がってまどろむのも気持ちがいいわね。ご飯まで寝ようかしら。 夕飯をかけて勝負しましょう。見えない向こう岸に先にたどり着いた方が勝ちよ。10分か20分もあればたどり着けるわ。多分。外は真っ暗なのに、遠くから波の音だけが聞こえてくる。なんだか、優しく包んでくれるような音ね。ずっと聞いてると、 穏やかな気持ちになるわ。ときめの文系ってみんな山出身だと思ってたから、海にもあるって知ったときはびっくりしたわ。もしかして海の向こうにもいたりするのかしら。ちょっと もう少しで砂山にトンネルができたのに悪鬼が来るなんて波にさらわれないうちに早く倒さないといけないわああ。果てなしのミラーズにいる服をまとってないカンナギって水着姿の人たちってことだったのね。私も同じ勘違いをされるのかしら ねえ、気づいた海の夏の香りって山とは全然違うの。ゆっくり呼吸をすると、潮の香りが鼻の奥をくすぐってきてね。ちょっと不思議なのよ。え、ええー、嘘嘘でしょ氷に赤い水をかけるだけで、どうしてこんなに美味しいの 作った人も魔法が使えるっていうこと海から上がると潮のせいで体がペタペタするけど、泳ぐには気持ちいい水温なのよね。集落の川は冷たすぎるから、こうして自由に泳げて嬉しいわ。最初は心配だったけど、 チャルにもスナオにも他の集落のみんなにも水着が似合うって言ってもらえてほっとしたわ。うーん。ときめ集落に夏祭りはなかったけど五国豊上を願う祭りはあったわよ。みんなで祭壇に集まって九兵衛様に舞を捧げるのよ。 なんか、母様から手紙が届いたんだけど、私の水着を見て気になったから、今度チャルの母様と買いに行くことにしたって。やめてやめてやめてー私、日焼け止めって嫌いなのよなんかヌルヌルして、ペタペタして、なんか気持ち悪いってなっちゃうから。 一つ夢ができたわ。それは、一族のみんなを連れた船旅。日の元だけでなく、他の陸地の様子も調べてね。すべてを救ってみせるのよ。正直ね、今もすっごいドキドキしてるのよ。こんな薄着だし、水着って初めてだから。ねえ、絶対一人にしちゃ嫌よ。